前、まあ、働いてた会社にで、あ、にいて、まあ、10年前の震災とかあって、ちょっとなんかこのままね、自分このままでいいのかなみたいな、まあ、多分皆さんもね、何かしら考えるきっかけになった出来事だと思うんですけども、まあその後も、まあまあその会社には1年ぐらい働いてたんですけども、で1年ぐらい経って、なんか最初はこうずっと続ける仕事をと思っていたんですけども、まあ一生とまでは言わないですけども、長いこと仕事って続けるもんなんだろうなと思ってたんですけれども、そうじゃなくてもいいんじゃないかなというか、今やりたいことをちょっとやってみるっていうのも、まあ若いうちじゃないです、まあ当時も割と 20代後半でしたけども、若いうちにじゃないですけれども、できると思った時にできることをやろうかなと思って、その時ちょうど YouTube、 まあ、始まってもう数年を経ってたんですけども、また全然 YouTube とか YouTuber とかって言われるような感じではなくて、だったんですけども、まあ、結構インターネットとか割と見てた方なんで、ちょっとそういう新しいもの好きというか、変わったもの好きというかで、まあ、試しにやってみようかなって、まあ、仕事辞めた後に何もしてない期間があったんですよ。もうとりあえず辞めようと思って辞めて、そこからちょっと一回考える時間が、考える時間を作って、でその間に、あ、ちょっと YouTube、まあその次の仕事までじゃないですけど、そう、やってみようかなっていうので、まあ、始めてみたっていうのがきっかけですね。まあ、最初はだから本当に遊び半分というかで始めたんですけど、まあ、ずるずると7年ちょっとぐらいですかね。 YouTuber になりたいというか、その動画をちょっとやりたいなっていうきっかけになったことがあって、友人、当時働いてた会社の、その同僚が結婚するってことになりまして、で結婚する時にその生い立ちビデオみたいなやつとか、あとエンドロールのこのなんか「何々様ありがとうございました」みたいな、ああいうビデオをちょっと作ってくれないかみたいな頼まれたんですよ。で当時全然もちろんビデオカメラとかも持ってないし、パソコンはあったんですけど、たまたまパソコンを持ってる、周りで持ってるのが僕だけだったんで、なんかその動画作ってくれみたいなので頼まれて作ったら、ちょっと思ったよりも楽しくて、まあ、できたものはもうひどい、今思うとひどいものなんですけども、それがちょっとなんかいい経験というか、あ、こういう世界もあるんだなっていうのも一つのきっかけでしたね。まあなんかその、軽トラを手に入れる前に、なんかバイクでちょっと大阪までとか、なんかそういうのはしてたんですけども、軽トラはたまたまこう手に入れるっていうか、親戚から譲ってもらって、でそこからじゃあその軽トラ何かしたら面白いんじゃないかっていうので、ちょっと後ろ荷台に箱を作ってみようみたいな感じで箱を作って、でせっかく箱作ったなら旅に出ようみたいな、そういう感じですね。そういうのをコンテンツとして発信する YouTuber さんも結構いるんですけども、まあ、3年前とか当時は多分、まあ、いらっしゃったのかもしれないんですけども、それをこう大々的に動画にっていうのはほぼ見かけなかったんですよね。で、まあそうですね、なのでまあ単純に早い者勝ちじゃないですけど、っていう運もあったんじゃないかなって思ってますかね。まずはですね、自分が楽しいと思うこと、やりたいと思うことを第一にやろうと、第一にというか、そこがまず一番大切な部分として、なんか自分がやりたくないとか、そんなに興味ないんだけどなみたいなことだけど、その話題性があったりとか、例えば、ね、これだと再生数が伸びそうだなっていうのがもしあったとしても、それを自分がやりたいと思わなかったら動画にはしないようにはしてますね。多分それもその辺ってその伝わっちゃうんじゃないかなみたいなのがあって、僕自身が
なんだろう、誰かに怒られたりとか笑われたりとかっていうのはもちろん全然いいんですけど、僕を介して誰かが傷ついたりとかっていうのはなるべくないようにしたいなとは思ってはいるんですけど、まあ、旅動画とかを上げるとたまにいただくのが、その視聴者さんが、まあ、ご年齢なのか、その体調のあれなのかわからないんですけども、自分はなかなか旅行くことできないけども、その僕の動画を見て旅に行った気分になれるよって言ってくださる、そのコメントは一番嬉しいというか、やっててよかったなっていう思いますね。結構矛盾して、自分の中でも矛盾してて、まあね、埼玉の仙人って勝手に名乗らせてもらってはいるんですけど、まあ、昔はねちょいちょい秩父のこととかやったりとかもしたんですけども、全然最近秩父の何かこう紹介するとか、まあ、それこそ小内さんとかみたいにそういうことを全然してないんですよ。そうそうそう、秩父のこととか埼玉のこととか、まあ、なんかこう生放送でそういう話はするけども、別になんかこう動画として取り上げたりとかっていうのはほぼしないく、むしろね、県外のことを魅力を発信するじゃないですけども、みたいなこと多分あって、すごい矛盾してるなって思われてるだろうなっていうのもあるし、自分自身もちょっとなんかそれもどうなのかなと思ったりもするんですけど、僕はですけど、なんかこう、まあ、埼玉、まあ、に限らずですけども、何々県のことを多分その中の人たちが発信して、まあ、そもそもその県外の人から見たら興味がないと、なんだろう、 見に行くというか、こう知るきっかけすらも多分ないと思うんですよ、なかなか。まあ、バズったりすればもちろん別ですけども。なので、まあ、僕の場合はまず僕自身がある程度、なんだろう、皆さんに認識してもらうところから始めないといけないのかなと思ってて、ある程度、まあ、それこそいろんなところに行けば、その地元の人からしたら、まあ、お、来てくれたんだとか、うちの近く通ったみたいな感じで認識してもらえるし、そもそも行ってみたかった観光地を知ることができたみたいなので、こう、まあ、なんていうんですかね、こう大きく網を投げて、こうガッガーじゃないですか、変な言い方ですけど、こういろんな人にまずこう知っていただいて、埼玉の仙人という名前、変な名前ですし、それも含めて知ってもらった上で、そこの中で埼玉のこういいところもちょっとずつ発信していけたらなっていう思いなんですよね。その僕は動画、なんだろう、誰かの暇つぶしになればいいと思ってあげてるんですよ、動画って。そのあ、なんか暇だなとか、なんかちょっと寂しいなとか、気分転換したいなって思った時に、ふっと、まあ、テレビをつけるでももちろんいいんですけども、ふっと、まあ、YouTube 開いて、でそれがで僕の動画でも、まあ、どんな動画でもいいんですけども、見てもらって少しでもなんか気が晴れたりとか、まあ、単純にね、あの暇つぶしになったら、もうそれだけで十分だなと思ってて、だから最近は難しく考えすぎずに、なんていうんですかね、最初の頃はこう何か情報を発信しなきゃいけないんじゃないかっていう思いが強かったんですけど、もちろんそういう動画もたまには上げるんですけど、それよりもその動画を見て、なんだろう、まあ、もちろんつまんないと思う方もいらっしゃるとは思うんですけど、なんだろう、まあ、面白いとか、まあ、最悪というか何も思わなくても全然いいんですよね。ただそこで動画を見て、その時間を潰してもらえただけでいいんじゃないかなって思うようになって、気が楽になったというか、やりやすくなったっていうのはありますね。まあ、僕もそのまさにその何やりたいかわからないタイプの人間で、だからこそなんかこう特に志望もなく、なんとなく自分ができるなっていう方向に、まあ、高校とか大学とか向かってってたんですよ。まあ、そのうち見つかるだろうなみたいな、やりたいこととかやれることって思ってたんですけど、やっぱこう なんかこう多分待ってるというか、今の生活を現状維持したままだと、そのやりたいことって多分見つけられないんじゃないかなっていうのはあるんですよね。まあ、なんかこう突然
そのやりたいことが降ってくるというか、何かしらのきっかけでっていうのすごく難しいと思うんで、まあ、好きかどうかわからないけども何でもいいからやってみるっていうのが、まあ、それが多分一番難しいんだとは思うんですけどね。そうですね、だから、まあ、僕の場合はその得意あの器用な人間じゃないんで、例えばその仕事をしながら休日になんかいろんな趣味やってみようとかっていうのが多分にダメなできない人間だったんで、もう仕事をしてると仕事のことしか、もう仕事のことでなんていうんですかね、もう休日はもう疲れて休んでみたいな感じな生活になっちゃうんで、仕事、そうですね、まあ、僕の場合はもう仕事を辞め、なんか後先考えない人間なんで、あもう仕事辞めようと思って辞めちゃって、まあ、それのおかげでね、考える時間ができたんですけども、なかなかそれって人に仕事辞めろよって言えるもんじゃないんで難しいとは思うんですけども、普段自分が関わってるというか居心地がいいところじゃない場所だったり人だったりと話してみたりとか、そのやってみるっていうのはすごくいい経験になるんじゃないかなっていうのはありますかね。 YouTuber はおすすめはしますね。面白いというか、うん、なかなか経験できないことができる仕事だと思いますね。今はもうね、仕事別に転職とかね、全然そんなね、昔ほど なんていうんですかね、縛られてないというか、全然転職するのも一般的なことだと思うんで、そんなになんかこう難しく考えすぎないでやってみるといいよって自分に言い聞かせてる感じになってますけども、思いますね。まあ人生楽しんだもん勝ちですから、はい、やらずに後悔するよりはやって後悔しようよって思うようにしてます。それ自分に言い聞かせてるんですけど、やろうかなどうしようかなっていつも悩むことは、やらずに後悔するなら、まあ、やって、まあ、失敗したとしてもそのやって後悔した方がいいなって思いなさいって自分に言い聞かせてます。チャレンジするのが結構好きな人間なんですよ。そうですね、これからやってみたいこと、世界は回りたいですね。軽トラックで、まあ、軽トラックじゃなくてもいいんですけど、その車と体一つで寝泊まりしながらいろんなところを観光したいっていうのはありますね。うん、まあ、日本もまだまだ見たことないところいっぱいあって、まだ行ってないところとか、あと、まあ、回れていない観光地とかいっぱい、まあね、旅動画とかでもいろいろ経験させてもらってるんですけど、日本ですらこんなに知らないことがいっぱいあるんだから、多分世界行ったらもっと大変だし面白いんだろうなっていう思いはありますけども、英語は喋れません。